皆さん、こんにちは。スプランです。さて、今日はですね、ダッチオークションについて説明していこうと思います。皆さんね、 イルビームやってる時になんかダッチオークション形式でランドが販売される。こんな動画をね、見たことがあるんじゃないでしょうか。まだね、見たことがない人はぜひ見てみてください。そんな感じでダッチオークションって何って思っちゃった人。で、この動画で1分で解説していきます。ダッチオークションは簡単に言うと値段が下がっていくよっていう売り方です。なんか築地市場とかあるじゃないですか。あんな感じで思い浮かべてみてください。はい。実際にこの右上に、えっと、イルビームのランドのティア1ですね。うん。一番安いやつを書いているんですけど、この実践で書いているものが 実際にダッチ形式で売られるもの。で、ずっと下がってきます。一方の月市場とかで、ね、やってるやつって、イングリッシュ形式って言われるんですよ。で、これは値段がどんどん上がっていくって感じですね。参加者が、はい、1万円、2万円、3万円、10万円って言って、 最後言っていなかったら、あ、じゃあ10万円のあなたに差し上げます。みたいな感じですよね。そんな感じがないよってことです。で、これが結構、イーサリアムのブロックチェーン上でよく行われているわけですね。そこで、えっと、皆さん、イルビームで役立つ情報を最後に一個教えます。これ、イルビームの画面ですけど、右上、これ注目したことあります右上のこの数字、実はこれ、ガス代なんですよで。ガスがどのぐらい通ってるかっていうので、取引の量を表しています。 ここの数字が大きいほどガス代が高くなるので皆さんステーキングとかにするとき NFT 買うときここのガス代ちょっと気にしてみてくださいそこでツッパランではイルビウムについて誰よりも詳しくこんな感じで再生リストをたくさん作っていますしかも全部短い動画ですぜひチャンネル登録して早い情報速報も出してますので忘れないようによろしくお願いしますそんな感じで本日は以上になりますまた次回の動画でお会いしましょう